American half pounder. Sweet cure beef patty. Lettuce, tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Wanu Music Life presents Aoyama Rock and Roll Radio.始まりました青山ロックンロールレディオ。ワーナーミュージックが発売している数多くの魅力的なタイトルからそのよりすぐりを紹介するインターネットラジオプログラムです。お相手は宮城純一です。お久しぶりでございます。元気でございました。10月はですね、休んでしまいました。ごめんなさい、いろいろありましてですね。で、終わったわけじゃありませんよ。11月からまたリニューアルしてですね、どんどん皆様にいい音楽をお届けしていこうと思っております。さあ、1曲目でございます。10月の27日に発売になりましたレッドセッペリンのですね、いわゆるスペシャルエディションシリーズですね。全部2枚組でこうコンパニオンディスクというのが入ってるんですが、今回は4と5、レッドセッペリン4、日本でもすごい人気ありますね。そしてレッドゼッペリンの5に当たるんですが、聖なる館ですね。この2枚が出ました。で、またですね、ジミー・ペイさん来ていただきました。もうあの御年でですね、こんなに働かせていいのだろうかというぐらいですね、ものすごく精力的に働いてくれました。というのはですね、やっぱりこれ自分がこれを企画して、自分が率先してやってるプロジェクトなので、自分がとにかく行って直接ファンの皆さんにお話ししたいということで、本当に頭が下がる思いでございます。それではですね、この2セットからの今日は1セット目に行きましょう。レッド・ゼッペリン4、これが出た直後にですね、日本に初来日して、武道館でライブを行ったんですが、その時もちゃんとやっていただきました。レコードで言えば A 面の1曲目ブラックドッグなんですが、それのコンパニオンディスクがに入っている曲を言ってみたいと思います。これも1曲目でございますね。聞いてください。ブラックドッグ Basic Track with the Guitar Overdubs。
レッド・ゼッペリン4デラックスエディションから、2枚目に入っていますね。2枚目のはディスク2コンパニオンオーディオという名前をいつもつけてるんですが、その1曲目ブラックドッグベーシックトラックウィズギターオーバーダブスを聴いていただきました。これの曲ってですね、オリジナルではですね、イントロでなんかガヤ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 って入ってドーンといくんですが、それのガヤガヤガヤの部分がないんですね。それとなんかギターの音数が少ないような気がしますね。これはそのオーバーダブする前のバージョンなんですかね、ちょっと分かりませんが、これはもう専門家に聞いてみたいと思いますが、皆さんぜひこれを買っていただいてですね、その辺のところを探求していただくのもいいのではないかなと思います。さあ続いてはですね、レッドゼッペリンに続いてはですね、デイビッド・ボーイでございます。デイビッド・ボーイもですね、なんと音楽家としてのキャリアがですね、もう50年になったんですね。ものの本によりますと、1964年6月5日にデイビー・ジョーンズ&ザ・キング・ビーズの名義でですね、シングルを1枚出したらしいんですけれども、そっからが全ての始まりというふうに聞いております。ということはですね、アメリカにビートルズがデビューしたのとほぼ一緒なんですね。ブレイクしたのとそれだけキャリアがあるというわけでございますね。でその50年を記念してですね、11月の19日にいっぱい出ます。デビッド・ボーイ Nothing has changed All Time Greatest Hits という名前がついております。なんと3枚組の CD と2枚組と1枚ものがあるというですね、非常にこれも複雑回帰ではございますが、要は3枚目はいっぱい入ってる、2枚目はそのちょっと下、1枚目は凝縮されたということなんですが、その1枚目に関してはですね、日本からのリクエストに応えてボーイ自らが選曲と曲順を手掛けているということなわけですね。日本のためだけのスペシャルバージョンだということでございます。それではこのスペシャルバージョンから1曲聴いてみたいと思います。もうどれかけてもいいんですけど、これはもう私の好みで、有名なですね、ジギー・スターダスタというですね、1972年のアルバムありますが、そこから行ってみたいと思います。スターマンオリジナルシングルミックス。Blow it, 'cause you know.
デイビッド・ボーイでスターマン聴いていただきました。いや懐かしいですね。でもやっぱこの曲は本当オールタイムマイフェイバリットソングでございますね。ということで11月の19日、日本版が出ます。 Nothing Has Changed All Time Greatest Hits のですね3枚組と2枚組と1枚もが出るんですが、その1枚ものにも入っておりますこのスターマンを聴いていただきました。先ほどずっとですねこのソングリスティングを見てたらですね面白いですね、まあ、いわゆるヒット曲だけじゃなくておおと思うような曲がいっぱい入ってますね。特にリミックス、僕の場合はですねこのシングルリミックスってのがいいですね。新曲も入ってますしこれはいいですね。確かに特にこれから年末の喧騒の中でですね聴くのは最高ではないかなと思います。おすすめします。さあ11月19日というとですねちょうどそのあたりにですねイエスがやってまいります。今日はですね60年代にイギリスでデビューした人ばっかですね。イエス11月の23日東京ドームシティホールですね、お皮切りですね全国を回るわけでございます。イエスでございます。よくぞやってきてくれたという感じなんですが、なんとこれもですねデビッド・ボーイに続きですね日本だけのいわゆるグレイティストヒッツベストモノが編成されます。これも11月19日オンセールでございます。今日は面白いですね、有名な曲と私はあまりこの辺は増えてなんですが詳しくはないんですがそれでもいっぱい知っている曲が入ってますね。アメリカシングルバージョンこれもいいですね。ビッグジェネレーターリミックスということでですね、私の大好きなランダバウトを聞いてみましょう。これはアメリカはですねシングルバージョンぶった切ったシングルバージョンとですねそれをモノで出したというすごいものがあるんですけれども、今日はですねこれのステレオでちゃんと聞いてみたいと思いますが、何せ8分に並々ならぬ8分33秒なんですね。 Yes RoundaboutThank you.
I'm Jimmy Page of Led Zeppelin. You are listening to Aoyama Rock and Roll Radio. Stay tuned.さあこれからはですね、私が直接担当させていただいております新名盤探検隊11月、12日に全8枚出るんですが、その紹介をしていきたいなと思います。アルスチュアートというですね、イギリスの、どちらかというと、フォークシンガーとして、売れたんですが、その後にですね、70年代の後半なんですけれども、アメリカで AOR 的な音でですね、大ブレイクした人なんですが、ずっと長い間、CD が出ておりませんでした。でようやくいろんな紆余曲折があってですね、ワーナーミュージックグループに今ライセンスされて出すことができるということになりましてですね、ならば出そうよということで、まさに名盤探検隊の名にふさわしいタイトルを2枚出します。まずは、有名なイヤーオブザキャットとタイムパッセージですね、76年と78年、に出たものだと思います。確かこのイヤーオブザキャットはこの間おかけしましたので、この78年のタイムパッセージからいきたいと思いますね。なんとイヤーオブザキャットよりもチャート的にはアメリカでですね、7位でございますので、このタイトル曲であるタイムパッセージのは、ヒットとした度合いは大きいということでございますね。聞いてください。アルスチュアートもですね、なよっとしたですね、おそらく女性が好きそうなこの声がですね、魅力ではないかなと思います。これはですね、アルスチュアートとピーター・ホワイトの共作ですね。聞いてください。タイムパッセージ。
changing now, you're part of a crowd. They're laughing at something, the music's loud. A girl comes towards you, you once used to know. You reach out your hand, but you're all alone. And those time passages, I know you're in there, you're just out of sight. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight. アル・スチュアートでタイムパッセージ聞いていただきました。プロデュースはアラン・パーソンズですね。素晴らしい音してますね。そしてですね、録音が、ロサンゼルスですね、ダブレンサウンドスタジオというところでございます。そしてデザインはですね、ヒプノシスでございます。イヤーオブザキャップもヒプノシスですね。なんか面白い、とにかく個性的ですよね。まだ彼いっぱいレコード出しておりますので、おいおいリリースできたらなと思います。イギリスのフォークといえばもう一枚、英国のですね、隠れたシンガーソングライターの秘宝という人がいます。ダンカン・ブラウンでございます。非常にですね個性的でございます。ヒット曲がいくつかあるというわけじゃないんですけれども、人気はありますね。1947年3月の生まれでございます。残念ながら93年に、癌でお亡くなりになられてますが、結構活躍されてた方でございます。そのダンカン・ブラウンがラックレコード、ミッキー・モーストが作ってたラックレコードから1枚出してるんですね。それがですね、ワーナーミュージックグループに来ましたので、こうやって出せることになりました。それではそのダンカン・ブラウンのですね、1973年のアルバムからですね、これ23位までイギリスのチャート上がってるんですね。素晴らしいと思います。聞いてください。ジャーニー。 Cut all the corners, step onWhat a joke these 24 years have been. Honey, in my mind I can see your star. I know who you are, I've been learning. Alright, so now we know which way the wind's gonna blow. Let's get up and go, no returning.
I like you just the way you are. I know you've been sleeping under a big black cloud, and you've never been allowed to be honest. Well, I'm no saint, but I'll carry you home. There's a vase of your own if you want it. Waves of the world will be the one and only company. Come up and see the world, it's like a ship going down. It's running aground, it's all over. But those flying fishes are gonna jump up and smile. Every league, every mile to Terra Nova. ダンカン・ブラウンでジャーニー聴いていただきました。いやーいい声してますね、このアルバムずっと聴いてて、あーこれはいい CD をですね、皆さんにお届けできるなと思いました。ダンカン・ブラウン本当に無名ではございますけれども、こういう埋もれた素晴らしい歌手がいたということがよくわかると思います。そういう意味合いではこの人もそうですね、デイビッド・エリオット、確かこの人はカナダ人なんですね。でも、イギリスに渡って随分そちらの方で活躍したらしいんですが、アトランティックから2枚 LP が出ております。1枚目はアメリカもイギリスも出たんですが、2枚目のソリッドグラウンドというのはですね、なんとイギリスでしか出なかったということでございます。でもイギリスのアトランティックということでですね、ちゃんと権利が分かりましてですね、出せることになりました。この人もいい、あの声質、私この人大好きです。非常にですね人懐かい声してますが、でもなんていうんですか、プロダクションもいいですよね。プロデュースデイビッド・リオン本人でございますが、フォノグラムスタジオでロンドンレコーディングでございますね。素晴らしい歌声を聞いていただきたいと思います。今日はセカンドアルバムいきましょう。2枚出るんですが、そのうちのセカンドアルバム、ソリッドグラウンドから1曲目、I'll Read the News。But it still goes on tomorrow. And in the news, I seen the clues. Say the timing is just about right. For you to choose, for you to lose. You might as well have stayed home that night. Cause it still goes on tomorrow. Someday soon you're gonna have to show your cards. News story seems to be all talked out. Read the news, read the news. We don't know what we're reading about, but it still goes on tomorrow. Tomorrow.
デイビッド・エリオットで I read the news 聞いていただきました。今日はですね、11月の12日に発売になります新名盤探検隊の新しい、グループですね、8枚がいっぺんに出るんですが、それを少しずつ紹介しております。この次に紹介するのもですねパイロットでございます。3枚、初期3枚を出すんですが、今日ずっと話してるとこれほとんどイギリス系ですね。先ほどのデイビッド・エリオットはカナダ人ですがイギリスで活躍ということで、それ以外の人はもうイギリス、そしてこのパイロットもイギリスということで、今日はですねブリティッシュ週間でございますね。パイロット、これはですね、全米トップ40ファンからするとですねよく知られたアーティストでございます。マジックというですね全米、5位まで上がったヒット曲があります。1975年かな、日本でも多少ヒットしたんじゃないかなと思いますが、そのファースト、セカンド、サードが出るわけでございます。これはですね非常に、珍しいです。ずっと出てたわけじゃなくて、特に2枚目と3枚目はなかなか CD として日本では出なかったという経緯がございます。これはおいおい全部かけてみたいんですけれども、今日のところはですねこの、ファーストにアルバムに入っておりますイギリス11位アメリカで5位まで上がった彼らの名刺代わりの素晴らしいビッグヒットを聞いてみたいと思います。パイロットでマジック。ワーナーミュージックライフが青山スタジオ12からお送りしています。
今回も青山ロックンロールレディオを聞いていただきましてありがとうございます。1ヶ月ぶりでございます。ちょっとですね、引っかかったとこも多くて、大変申し訳ございませんでした。これからはですね、なるべく穴を開けることなくですね、毎週やっていこうというふうに思っております。今週は本当に、イギリスモンが多かったです。最後の曲もイギリスモンでございます。先ほどですね、デイビッド・ボーイがデビュー50周年と言いましたけれども、もう一つ50周年あるの迎えた、アーティストがいます。ホリーズでございますね。マンチェスター出身のですね、アラン・クラークと、そして、グラムなしかな、トニー・ヒックス、まあとにかく演奏力とコーラスがいいというグループでございましてですね、今でもいくつかの数人のメンバーでやって、50周年ということで3枚組のアンソロジーが出ました。新曲も入っておりますね。この中でね、1曲、私の好きな曲を皆さんにおかけしたいなと思います。もうどれかけてもいいんですけども、そうですね、ごめんねスザンヌかけましょうかね。今日はすいません、とちってばっかりしてごめんねということで聞いてください。ザ・ホリーズ、ソーリー・スザンヌ。I'm sorry, Suzanne, believe me, I was wrong, and I knew I was all alone. Forgive me, I still love you more than ever. I'm sorry, Suzanne, forever hurting you. You know I never wanted to.してまいりました青山ロックンロールレディオ、これにて終了です。これからもどんどん皆様に喜んでもらえる曲情報をお届けします。ご期待ください。お相手は宮地純一でした。青山ロックンロールレディオ、ワーナーミュージックライフが青山スタジオ12からお送りしました。